現在日本の南の海上にあります熱帯低気圧がこの後発達をしまして台風となる見込みです。台風となった場合は台風13号となります。では現在のまず雲の様子をご覧ください。現在ですけれども日本の南の海上広く雲が出ているんですけれども、この辺りにまとまりつつある雲の渦、これが熱帯低気圧となります。でこの後発達をしながら北上する見込みです。予想進路を見てみますと、明日までには台風となってさらに北東方向に進みます。でこの図でいきますと7日頃ですね、こちら今赤く引いた線が7日15時の予報円、この円の中に 70% の確率で入るという意味合いになりまして、関東の沖合を通過する可能性があります。でこの7日の段階の勢力を見てみますと、最大風速25メートルと、暴風域は今のところ伴わない見込みなんですが、予測モデルによってはもう少し西側、関東のすぐ近くを通過するような計算をしているものがあります。このためこの週中頃からの台風の動向については十分な注意が必要となります。一方波に関しては台風接近前から影響が出始める見込みです。これがあさって6日の午後の波予想です。この段階では紀伊半島付近など2メートル以上の高波となりそうですし、7日にかけては伊豆諸島を中心に東日本の太平洋側でも高波が押し寄せてくるということになります。このあたり4メートル以上のしけ模様が想定される状況ですので、東日本エリアはあさって以降波についてはもう早くから注意が必要となりそうです。最新の台風情報については YouTube の番組ウェザーニュースでもご覧いただけます。チャンネルのご登録をいただきまして最新情報の確認にお役立てください。